はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第250回でございます。今回テーマが夢を公言していくとというテーマで話していきます。で、明日に場違いすぎる男っていうのは、まあ、ちょっとおまけでね、みんなに伝えたいことがあるので、まあ、よかったら最後までお聞きください。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1日ちょっと過ぎちゃいました。日曜日ね、撮影がどうしても間に合わなくって、すいません、遅れましたけど、はい、今日月曜日に投稿させていただいております。で、まあ、このテーマ聞いて、ツイッターね、見てくれてる方なんかは、あーっていう感じがするかもしれないんですけど、まあ、250回っていうちょっとキリがいい数字なので、個人的に50の倍数だしね。だから、まあ、この話をしようかなと思います。で、まあ、皆さんも夢がある方、まあ、夢がない方いらっしゃると思います。自分も中学の時夢があるかって言ったら別になかったですし、まあ、夢が、なんか、こんなんがいいなと思い始めたのは高校の時で、で、高校の1、2年の時は、最初自分、なんだ、バンドとかさ、歌手の方がライブとかするじゃないですか。で、自分そのライブのスタッフをやりたかったんですよ。照明さんとか音響さんみたいな。そういうのをちょっとやりたくって、最初はそういう専門学校に行けたらいいなみたいな風に、ちょっと、なんとなく思ってたんですよね。で、それも別に音楽が好きだし、でも自分で音楽やれないし、なんか携わる仕事したいなぐらいな気持ちだったんですけど。で、まあ、そっから、まあ、高校の時の恩師にね、出会って、で、やべえ、ちょっと教師いいなって思って、高2の冬、まあ、高3になる前ぐらいに、進路を変えたんですよ。で、まあ、教師、まあ、やってないけどね、まあ、教育の道っていう風に変わっていったタイプなんですが、まあ、もちろん、そういった教師とかさ、音楽関係の仕事みたいな夢でもそうですし、まあ、自分だったらこういうことがしたいとかって、ま、いろいろ夢があるわけですよ。で、そのうち、ま、叶ったものであれば、例えばテレビに出たいとかね。その YouTube のこの活動でテレビに出ることだったり、参考書を出したいっていう夢も叶えましたね、一応ね。そういったものを一応口に出すようにしてる、自分は。それが、まあ、夢を口に出すとさ、デメリットとしては、マイナス的なこととしては、やっぱり人に否定されたりとか、馬鹿にされたりとか、することはどうしても起きる。自分が YouTube の活動を始めた頃にね、やっぱ知り合いとかにさ、そういうことも言ってたわけ。いつかこの活動を広めてって、で、まあテレビに取り上げてもらったりとか、ラジオに取り上げてもらったりとか、まあ参考書出したりとか、あと自伝か。自分のこう生きてきたこととか、そういうのもね、いつか、それはまだ本にできたことはないんで、まだ叶ってないんですけど、そういったものも本にしたいなってすごく思ってる。自分の考え方をまとめたものとかもね、出版したいなとかも思ってるんですけど、で、そういうのも話してっても、やっぱり YouTube で教育なんてっていう時だったから、その時は。まあ今でもね、多少そういうのはあるけどさ。だから余計に仲いいやつにも、いや、お前ちょっと現実見た方がいいんじゃねえかみたいな、よく言われてたし、でも、そういうことってやっぱ往々にしてあると思うんだよね。みんながこれから何か夢を持った時、まあすでに夢を持ってる方もそうですけど、どうしても、こう、全員が全員に応援してもらえるわけではないと思うんだよ。そう。だけど、やっぱり自分は公言しなきゃいけないと思ってる。公で言っていかなきゃいけない。ツイッターで発言するのもよし、もちろん何かのね、機会でこうみんなの前で口で出して言うってのもいいと思うんですけど。で、なんでかっていうと、やっぱり否定されたぐらいで、しょぼんってなっちゃう、諦めちゃうものだったらそれは夢じゃないと思うんだよ。俺は。それがまず一個。で、もう一個は、口に出さないと否定はされないよ、確かに。その、なんだろう、恐れはなくなるけど。でも、口に出さないと応援してくれる人も現れないんだよね。なぜなら、みんながその夢を持ってるって知らないから。もし、みんなが、じゃ例えばあるもの、ちょっと、メジャーじゃない仕事、ちょっとマニアックというか、マイナーな仕事にを目指してるとします。だからこそ、周りにそれを理解してもらいにくいと。だから、こそういう、例えば俺がその職業を聞いても、それどうやってなんの？大学出なきゃいけないの？資格いるの？とか分かんない状況とします。で、分かんないものってやっぱり恐怖なんで、人からする。特に親からするとね。あんたそれどうすんの？どうやってなんのよ？みたいな。で、不安になっちゃうから、やめときなさいよ。ちゃんと普通のにしなさい。みたいな、ね、話になっちゃうんだよね。でも、それを公言していくことで、もしかしたらみんなの身近にね、もしくはそんな、あなたがっていう人が、その仕事を詳しい人がいるかもしれない。俺の知り合いその仕事やってるやついるんだけど、みたいな。ちょっと紹介してあげようかみたいなことが起きるかもしれないんだよね。それは、口に出さないと絶対に起きないわけ。みんなの心を見透かすことなんてできないから。そう。だから、どうしても応援と否定だったら、否定の方がパワーがあります。100人に応援されても、1人に否定されると、1人の否定の方が心に残りやすい。
そう。だからこそ人は人には人、人は人に否定されたくないし、できれば。ね。俺らもそうだけどさ。そう。でも、まあ、さっきも言ったように、俺がもし何か口に出して、それをさ、馬鹿にされて、そうだよね、やっぱ無理だよね、って思っちゃうんだったら、それ夢じゃないんだよ。俺にとっては。そう。それでも、お前今に見てろよ、この野郎つって。で、今ね、それをこの野郎って思って、それを力に変えて、やることやるしかないよね、って。当時の俺だったら一本一本丁寧に撮影していくしかねえって、いう風に切り替えてやってました。そう。だからまあみんなにね、その公言することを強要はしない。嫌な思いを絶対するから。どっかで。そう。けれど、物事っていうのは、陰と陽がある。ね。影の部分と太陽に当たってる日に当たる部分があると。で、影の部分は絶対にあるんだよ。マイナス部分のものは出てくる。けれど、日に当たってる部分。だから、さっきの例えだったら、応援してくれてるところ。日に当たってるところ。と、まあ、悪口言われたり否定されるっていう影の部分。どっちを見るのって。じゃ、日の当たってる部分見ようぜって。影ばっかり見ないでさって。見るところによって、人は価値観は変わっていくから。受け取り方も変わっていくからね。だから、ぜひ、みんなが、まあ、本気の夢ってのは難しいと思う。自分も特に、その音楽関係の仕事は、まあ、なったらいいよなーぐらいの気持ちだったから、本気だったかわからない。当時、今考えれば本気ではなかったかなって、おそらく誰かに否定されたらポキッと折れちゃうと思う、その夢は。そう。でもそれも経て、そこの自分もいて今に至ってると思ってるから、それも必要な時なんだよ。だからみんながね、夢がコロコロ変わってどうしましょうみたいな相談も受けたことがあるんだけど、いいんだって。いろんなことに興味持ってこうぜ。そう。いろんな公言することが変わったっていいんだよ。だって変わるもん、人の気持ちは。そう。けれどいつか自分がこれって思うものがあって、それを見つけた時には、それは否定されようがなんだろうが、ちゃんと一歩一歩進むしかない。そこに努力と熱量といろんなものを注ぎ込んで前に進んでって、で、その叶えたいと思った夢がそのまま叶う人なんて、それはもう一握りしかいないわけ。でもそこに近いものだったり、その道を歩いていく中で、あ、こっちの道もいいなって、違う道に行って、で、最初に思い描いてた夢ではないけれど、でも自分にとっては満足いくというか、充実した日々を送れる、そんな、なんだ、生活というか、生きていくことはできますんで、ぜひね、そういう風に生きていってもらえたらなと、心から思います。です。それをどうしてもちょっと250回伝えたいなと思って、本当は昨日言いたかったんですけど、このね、喋ると時間取れなかったんでね、ごめんね、申し訳ないけど。まあ、聞いてくれてありがとうございます。ぜひね、安い言葉に聞こえるかもしれないですけど、普通で、なんだろう、自分の、この動画を使ってくれてるね、ユーザーの子しか応援できないから、その、この範囲しか応援できないけど、みんなが5年後、10年後になった時に、今、苦しかったりさ、苦労してる子もいると思うんだけど、でもその苦労とか、そういう部分さえも笑って話せる。あん時大変だったなーつって、めっちゃ泣いたなーとかさ、そう、病んでたなーとか、そういう話ができた上で、で、充実した日々を送ってる、そんな5年後10年後のみんなになってくれたら嬉しいなと、心からそうなってほしいなと願っております。はい。で、最後に、場違いすぎる男なんですけど、8月ですね。あ、そう、それ以外に8月1日かな、予定だと、クイズノックの伊沢さんのコラボ第2弾ですね、投稿します。で、今回は、めちゃくちゃエンタメです。はい。でも、あのね、概要欄、その動画ね、概要欄見てほしいんですけど、ちゃんと真面目な思いがあった上でのエンタメなんで、多分自分のチャンネルでエンタメ要素の動画撮ったの初めてだと思うんですよ。あのね、本当に私ハイチやらかしてます。あの、みんながね、特に伊沢さんのファンの方は本当に俺に文句が出ると思うんだけど、許してくれ。そして伊沢さんがもう神がかり的なね、なんか持ってる男ぶりを発揮してくれますんで、ぜひぜひ見てください。あの、もしかしたら、願いとしては、ちょっとこう、勉強ね、8月入ってさ、中だるみしてきそうだなと思った時に、いや、もう一丁頑張ってみようかなと思ってもらえるようなエンタメの動画にしたつもりなので、編集も頑張ったんで、ぜひぜひ楽しみにしてください。で、もう一個ね、場違いすぎる男なんですけど、これは、8月にですね、あるちょっとことがあって、これは、あのね、公言しちゃいいのかわかんない。終わってから公言していいのかなわかんないんだけど、ことがあって、まあ、写真とか撮ってツイートしていいっていうの言われたらツイートします。その時期になったら。だからツイッターフォローしてくれてる方なんかは、みたいな。なんでハイツさんそこにいんのみたいなことがきっと、思ってもらえる。これが場違いすぎる男だったんだなと思ってもらえるようなことがちょっとあるんですけど、今まで YouTube やってて、一番場違いだなと思ったのは、はじめ社長の隣に座った時。はじめさんの隣でコラボ動画を撮らせてもらった時が、一番場違いだと思った。
俺はなんでこの当時登録者600万人ぐらいの時かな、はじめさんが。で俺多分当時30ちょっとでしょ、俺なんで隣に座ってんだろうみたいな、なんでここにいていいんだろうってすごい思ってたけど、それぐらいのちょっと場違いです。動画にすることじゃないんでね、動画になるもんじゃないんでちょっと申し訳ないんだけど、っていうことがね、8月にあります。すごい楽しみにしてることが1個あって、でまあそういうのがある。でそれもまあ、それ自体を夢を公言してきたわけではないんだけど、でもきっと夢を自分で公言して、で YouTube 一応まあ丸6年7年目ですね、やってきたからこそきっとそういう場所にたどり着けたのかなと、そういうチャンスをもらえたのかなっていうふうに思ってて、自分ではそういうふうに正当化したくてね。正直その話をいただいた時にもう聞いたもん、その担当の人に、俺でいいっすかって、本当に俺ですかみたいな、何度も聞いた。それぐらいのことなんだけど俺にとっては。でもそれでも、いやハイチさんにぜひぜひみたいな言ってくれたから、そう、それちょっとね言ってくるんですけど、なのでみんなもぜひ、すぐ成果は出ない、夢に関しては、そう、すぐ成果は出てこないけれど、でもそれが今の努力が、明日の努力が、それが積み重なってって、噛んでる、積み重なってって、で何年後、まあ、何ヶ月後、何年後、いつ花咲くかわからないけれど、いつかの花が咲くと思ってますので、ぜひ、まあ、自分もね、負けずに、みんなに負けずに、これからも努力してやっていきますんで、ぜひお互い頑張っていきましょう。まあ、7月最後のダラダラジオなんで、ね、8月もぜひね、よろしくお願いします。では、今回はハイチのダラダラジオ、夢を公言していくとというテーマで喋らせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、8月なんですが、動画投稿、一応、今撮ってる歴史の一問一答シリーズは、頑張って、なんだ、毎日投稿、達成してみせる。これはちょっと頑張るわ。ただ、ちょっとね、結構スケジュール的に厳しくって、ダラダラ上飛ばしてしまったりとか、他の動画ですね、なかなか撮れないことも多くなるかなと思うんですけど、まあ、それでもね、頑張っていきますんで、ぜひよろしくお願いします。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。